はい、ということで7月場所ということでね、2日目、3日目、4日目と見ていきたいと思います。十両から、ユーマ、千代の海からユーマが押し出し、紀宝に試練、紀宝が送り倒し、獅子に秀臣が寄り切り、千代丸に、千代丸が突き落とし、千代坂に島の海、千代坂へ肌引き込み、大山に友風押し出し、貴健斗に枠は貴健斗が上手出す投げ、白鵬山に千代の海が押し出し、東龍に北の川が寄り切り、玉正鳳に冷や着流、玉正鳳が押し倒し、大正馬に島津海が寄り切り、吉山本に水戸龍が突き出し、老眼に熱海富士が小手投げ、幕の内行きまして、十両筆頭輝きは、白鵬が、寄り切り、青山に武将山、青山が引き落とし、竜電に遠藤が寄り切り、宝富士に湘南海が小手投げ、大正鵬に琴勝峰が寄り切り、千代翔馬に河野山がはたき込み、琴恵光に剣翔、琴恵光が寄り切り、金峰山に妙義龍、金峰山寄り倒し、鷹の里に北勝富士がはたき込み、佐田波に錦富士が突き落とし、高安に玉足、高安が押し出し、北西方に王鵬が小手投げ、平野海に大野翔が上手投げ、浅野山が上手投げ、琴ノ若に明生が寄り切り、緑富士に阿炎が落ち倒し、さあここから大関、候補ということで、豊昇龍、寄り切りで正代を打ち破って、翔猿に若元春が寄り切り、御嶽海に大栄翔が突き出しということで、2勝という形で来ております。照ノ富士に錦がすくい投げで勝っているということで、ちょっと照ノ富士関がね、ちょっと危ないというところですかね。千代の海に試練が寄り切り、紀宝に言うのは紀宝が寄り切り、千代丸に秀の海、千代丸が送り倒し、獅子に島の海、獅子が送り倒し、寄り倒し、千代坂に島の海、千代坂が押し倒し、友風に赤が押し、友風が押し出し、貴健太に大山が寄り切り、千代の海に東龍、千代の海が押し出し、白鵬山に北の川が寄り切り、大正馬に玉正鳳、大正馬がはたき込み、一山本に東白龍が押し出し、島津に水戸龍、島津は寄り切り、輝きに老河が、輝きが押し出し、さあ幕の内、十両筆頭、熱海富士、青山戦、熱海富士が寄り倒し、白鵬鵬に宝富士が突き落とし、竜電に武将山が引き落とし、遠藤に湘南の海、遠藤は、寄り切り、ゴールド山に大将鵬、ゴールド山が押し出し、千代翔馬に琴勝峰、千代翔馬が送り出し、剣翔に妙義龍が寄り切り、金峰山に琴恵光、金峰山が上手投げ、北斗に錦富士がはたき込み、佐田の海に鷹の里、佐田の海が寄り切り、玉鷲に王鵬、玉鷲がはたき込み、北西方に高安が突き落とし、大野所に裏が送り出し、浅野山に平野に浅野山が寄り切り、明生に阿炎がはたき込み、琴ノ若に御嶽海、琴ノ若が寄り切り、緑富士に、大栄翔が突き落としで3連勝、豊昇龍に錦木がはたき込みということで、なんと横綱照ノ富士だけでなく大関候補豊昇龍も破ってということで、錦木今場所絶好調じゃないですかね。正代に若元春、正代が勝ちまして、若元春もここで土がついてしまったと。まあ大栄翔がまあ一応11勝以上で大関候補で、若元春、豊昇龍は確か12勝以上ということでしたね。まあなので、まあ、3人のうちいずれか1人は大関に上がるとは、まあ、一応確率論でいくとそうはなるのかなと思いますけど、まだちょっとこの辺ではよく分かりません。翔猿に照ノ富士が、ここでまた土がついてね、どういうのまた捨てたらしいですね、これね。何でしょうかね、横綱になるとどうもスペタイスが生まれてしまうらしくてね、怪我で離脱するというところがちょっとなんか多くなってくるのかなと思いますけども。さあ4日目、幕下栃武蔵が優馬戦、栃武蔵が送り出しで勝っています。紀宝に千代の海、紀宝がはたき込み、
獅子に試練、獅子が、上手投げ、秀ノ海に対馬の秀ノ海が上手つなげ、大奄美に千代丸、大奄美を寄り切り、志摩ノ海に友風、友風、はたき込み、千代境に悪は、赤は押し出し、八甲山に貴健と八甲山が突き出し、玉正鳳に、集まり、玉正鳳が寄り切り、白ノ海に北の赤、北の赤が上手投げ、大正馬に東白龍、大正馬が押し出し、狼牙に島積み、狼牙が寄り切り、輝きに千代丸、輝きが押し出し、水戸龍に熱海富士、水戸龍が上手投げ。さて幕の内、遠藤青山から青山が押し出し、白鵬鵬に武将山、白鵬鵬が寄り切り、大奄美大正鵬に宝富士、宝富士が寄り切り、河野山に竜電、河野山が突き出し、湘南の海に琴勝峰、湘南の海が押し出し、琴恵光に千代翔馬、琴勝峰、琴恵光が寄り切り、金本山に剣翔、剣翔が上手投げ、妙義龍に北勝富士、北勝富士がはたき込み、高安に高安がはたき込み、錦織に玉足、玉足が寄り切り、佐田の海に王鵬、王鵬が突き出し、平戸海に北青鵬、北青鵬が寄り切り、朝寝山に大野町、朝寝山が作り投げ、浦に明生、浦が押し出し、翔猿に阿炎、阿炎が押し出し、緑富士に若元春、若元春がはたき込み、まあやはり1敗程度で収めましたね、さすが関脇ですね。錦織大栄翔、錦織が引っ掛けでということで、また錦織がね、なんと、三関脇、一横綱に、なんと勝つというね、そういう展開でございます。錦木優勝ってことは もしかしたら出てくるのかもしれませんね。豊昇龍に見たけ、豊昇龍もやはりいっぱいで、収めていきます。寄り切りで勝っております。琴ノ若に、霧島休場明けということで2回休んでの、あれということになりますけどもね。で、3日目が確か、3日目じゃないですね、初日に休みになって、まあ、不戦敗ということになったわけですけども、ここで出てきて送り出しで勝っております。これで1勝1敗2球ということでね、照ノ富士に正代が不戦勝ということで、照ノ富士が、まさかのまた休場ということになりましたんでね。ということで、今回の動画は。